ヤニス・ヤニオタスはギリシャ・ハルキディキ県ネオチョリ出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。2008年にアリス・テッサャロニキのユースチームに入団し、2011から12シーズンにトップチームに昇格。2011年11月5日のオリンピアコス FC 戦でプロデビュー。20日のアフィ・クレタ戦でプロ初ゴールを記録した。2013年6月。 ドイツにブリーグのフォルトゥナ・デュッセルドルフと契約。しかし2013から14シーズンは8試合の出場に止まり、2014年8月31日にアステラストリポリス FC へのローン移籍が決定。2014から15シーズンは28試合4ゴールの活躍を見せた。2015年6月17日、オリンピアコス FC に完全移籍で加入。しかし、 出場機会を得られず、12月31日に、キプロスファーストディビジョンのポエルニコシアへのローン移籍で合意。2016から17シーズンもローン移籍延長となり、同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグにも出場した。2017年8月25日、スペインのレアルバラドリードへのローン移籍が決定。2017から18シーズンは29試合にゴールを記録。 チームが西軍ダ・リビジオン5位で終え、昇格プレイオフを勝ち抜き、プリメーラ・リビジオン復帰に貢献した。2009年からユース世代のギリシャ代表に招集され、2015年3月29日の UEFA ユーロ2016予選の対ハンガリー戦でフル代表デビュー。2016年9月1日のオランダとの親善試合で代表戦初ゴールを決めた。 ありがとうございます。